ね、もともときっかけを作ってくれたのがプランテックというバンド、まあ、省略すると、7年前ぐらいに日本で彼らと共演したのがきっかけで始まったご縁なんですけど、もうたくさん今回彼らが努力を尽くしてくれて、フェスティバルの方にシャミセニストを売り込んでくれた。そのおかげで僕たちにこう願ってもない機会が今回訪れた。でしかも僕たちのメインのステージの他に深夜にまた違うステージでプランテックと恭平もドラムからパンデイロに持ち替えて、みんなで同じ素晴らしい時間をステージ上でも共有できた。でステージを降りても一緒に飯食ったり酒飲んだりとか、本当にかけがえのないもう一生のご縁だなっていう、彼らとの、今後のつながりも含めて本当にプランテックなしでは語れない、ツアーだったと思いますので、この場を借りて、プランテックに感謝したいと思います。プランテックありがとう。ありがとう。ありがとうございます。そうだね、前日はすごく緊張したんですけど、当日もうオープニングのイントロが流れた瞬間にメタルファンたちを沸かせてやろうという熱いバイブスが生まれました。もう前日から、前夜祭があってみんなで下見で見に行ったんですけど、もう予想を上回る規模の大きなフェスティバル でしかも自分の好きなバンドとかもステージに上がってて、それを目の当たりにして明日あそこにうちらが立つんやなっていう、なぜか僕は緊張よりもそのワクワク感っていうのがさらに高まって、当日すごくいい状態でステージに上がることができました。まあ僕は、まあ何ら普段の現場と変わらないテンション感で、まあこれはいい意味でですけど、まあ本番を迎えて、何ならそのステージにこう一歩踏み出すまで、まあ踏み出してから自分のセットに座るまでも、もう基本的にはもうフラットな状態で、とにかくこうまあ本物を見せるっていうコンセプトのもと座ったんだけど、もう逆にこうオーディエンスの熱量とか結構凄まじいものがあって、なんかこう逆になんていうのかな、今までにない俺の潜在能力をこう引き出されたというか、逆にオーディエンスになんか俺がそもそも持ってた知らない景色をこうグッと引っ張り出された感覚っていうか、ああいうのは結構、まあ、今まで僕が長くドラムを叩いてきた人生の中ではかなり大きいことだったかなっていう。その僕たちが普段メタルバンドとは名乗ってないんですけど、そのメタルファンたちと波動がなんかめちゃくちゃあった気がしてて、僕たちの潜在的なそのメタル魂みたいなのがめっちゃ引き出されたフェスの4日間でしたね、僕的には。まあ、大きい意味でのそのメタルフェスっていうまあ位置づけではあったんですけど、やっぱそのフランスの文化なのか何なのか、やっぱこういろんなその各国のカルチャーとかをすごいリスペクトする文化があるんだなっていうのを僕はこう行って体感してて、っていうのも例えばメタルとかロック、まあギターがいてドラムがいてわーシャウトするボーカルがいてっていう中でやるフェスなのかなって俺は思ってたんですけど、基本的にこうチェロとかその民族楽器のこうバンドとかこういっぱいいるわけですよ。でもその中でも8割以上はドラムっていう楽器は必ずいるわけで、やっぱ彼がその持ち上げるわけですよね、そのいろんなバンドのその聞き慣れてるドラムのサウンドっていう。だからそこのドラムのサウンドの部分で、まあ、僕はこう、まあ、日本人唯一だったんですけど、で戦わなきゃいけないと。使ってる楽器は洋楽器だけど、まあ、日本人のスピリットを持って、まあ、それを武器でやっていこうっていうことでやった時に、やっぱそれが響いてくれるっていうか、なんかこうメタルっていう定義の話をしちゃうとちょっともうでかくなっちゃうんだけど、なんかその何をもってメタルなのか俺は逆に分からなくなった。そう、なんかメタルとかそういうなんかジャンルとかどうでもいいのかなみたいな。結局その熱量、果てしなくこう突き抜けるような熱量っていうのを、まあ、モトクルトルが結構教えてくれたのかなみたいな。その熱量がそのメタルバンド、メジャーなメタルバンドだったりとか、まあ、僕らのやってきたことっていうのがこ うまくパルスを共有してこうバーンってこう
エクスプロージョンしたのかなみたいな。渋谷スクランブルターミネーターで、これはまあ普段3人で演奏してる曲なんですけど、モトクルトールの時は地元のねブルターニュのトンギっていう音大生がいて、そのことのコラボだったんですよ。で彼はラップで参加してくれて、まあ、コロナの2年間もう全然音楽活動ができなくてすごい思い悩んでる時に、このジャックからねトンギ一緒にフェス出ようよって誘われて、そのコラボが実現したんですけど、もうね彼のステージ上の爆発力、笑顔、バイブス見てるとね、なんか親心でもうねグッときちゃって。そうだね、それはなんかね、僕らもやっぱ海外2年間行けなくて悶々としてるものをこう爆発してるのが、さらにそのトンギーっていう子なんだけど、エモーショナルを重ね合ってこうすごい。僕は2曲ちょっと選びたい、3曲ごめんなさい、3曲選びたいな。ベスト3。ベスト3位はね、ジョンガラ節。まあ、普段僕たちセットリストにあえてジョンガラ節って入れないことのが多い、入れることは稀。なぜなら、僕たちはトラディショナルで勝負したいわけじゃないから、決して。でも今回、きっとその初めて見る楽器、それがしかもドラムとのフュージョンでさらにユニークに仕上がってる新しいトラディショナルっていうのを1曲はやっぱ入れたいなって思いがリーダーとしてあって入れたんですけど、本当にやってよかったなっていう、多分なんそのやった曲の中でも 1,2 位を争うぐらいの、フィードバックをもらえた曲、うん、ですごく自分自体もう腕がつるぐらい、エキサイトで、2位が、そうだな、アナコンダ、うん、でこれはもともと2年前にリリースした離島橋ってアルバムがあるんですけど、その中に入っている曲で、めちゃくちゃそのなんていうんですかね、世界中飛び回って、フロアをこう狂気の渦に巻き込むようなイメージで作った曲なので、その景色が目の前で何千人という人たちがアナコンダに陶酔してくれてたのは、その作曲者としてはこれ以上ない経験でした。で第1位はプロドラマーによるリアルドラムロール、ルローニですね、はい。この曲、まあ、1曲目というので多分3人ともすっごくいい意味でのいい緊張感、なんていうんですかね、完璧な緊張感よ、いい意味でね、うん、でそれで僕のイントロから始まる曲なんですけど、その8小節後に彼らのリズム帯がボーンと入ってくるんですけど、もう今まで聴いた中で一番気持ちいい音で、それがダイレクトにお客さんに伝わって、もう最後のねラスサビではもうみんながこう僕たちの音楽をその3分間4分間でなんかもう完全受け入れてくれた。最初は多分みんなちょっと緊張感、お客さんもあったと思うんですけど、その3、4分経った最後のサビでみんなが受け入れてくれた瞬間、今日のセットリストはもう全部いけるなって確信した瞬間でした。ルローニです。1曲目、ファーストでやっぱこう掴んだなっていうか、なんかこうんだこれみたいな、あのパッションエナジー、まあ、さっきジャックも言ってましたけど、あこれはもう今回もう最後 の離島橋までこれやばいなっていう、まあ、最終的にその離島橋もモッシュピット起きたりとかして、もう本当に思い描いてた以上の光景がもう本当に贅沢な、こう一番僕は高いところでこう 見えたんですけど、その前にフロントにいる2人の後ろ姿を見ながらもうオーディエンスもいてっていうので、まあやっぱファースト、うん、1曲目ルローに半端なかったですね、うん、間違いなく向かってますね。 We knock the new door right now、yeah. 俺はもう始まってたんだって気づいちゃったね、逆にもう始まってたんだみたいな、そうなんかすごいこう受け入れ方がなんつったんやん、これ結構言葉で言うの難しいんですけど、わかるわかる、なんかもう
もうなんか始まってたというか、俺の新しい扉っていうのがもうそもそもなんかそんな感じ。すげえわかるわかる。わかるでしょ、うん、なんていうのかな、まあ言い換えるならなんか叱るべき場所にうちらが立ったって感じ。あ、そんな感じ。彼らが待ってて、そんな感じ、そんな感じ。待たせてごめんなぐらいな。あ、そうイメージイメージ、そう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 、そういう感じ。ね、10日間のフランスのツアーから、帰ってまいりましたけれども、本当に言い尽くせないような、まあ、さっきのインタビューからも伝わるように3人とも本当に、すごく、言い尽くせない充実したツアーでした。でこれもですね、あのフランスで出会った人たちだけじゃなくて SNS とかを通じて、あとクラウドファンディングでサポートしてくださった皆様、本当日頃から皆様がシャミセニストを応援して支えてくれて、で、プッシュしてくれてるからこそ僕たちも胸を張ってフランスで最高のパフォーマンスができました。この場を借りて、感謝します。そして、ここから、9月はね、僕たちも新しいタームに入ってます。それはレコーディング、次のアルバムに向けて、もう動き始めてるんですけど、どんなアルバムになりそうですか、兄弟さん。もう20世紀ぐらいですか、その録音ね、蓄音機ないし、録音の文化ができた頃から今現時点に至るまでで、なんじゃこれやと、もうとんでもない作品を、作る覚悟でございますので、ぜひ期待してお待ちください。